思ったよりでかい。お掃除ロボットを紹介します。マミロボットちゃんです。ここがガーって回ってゴミを吸い上げるところで、ここを開くとマジックテープが出てきます。付属のクロスを濡らして貼れば水拭きもできる。電源ボタンに操作時間の変更、このボタンを押せば自分でお家に戻ります。ファラノポイント、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 実演してきました。落下防止機能がついてるということなので、テーブルの上で実験です。消しゴムカス、ここまで汚くなりました。本体電源入れます。スタート。こんにちは、マミロボットです。おお、本当だ、落ちないです、落ちないです。にしました。さっきとだいぶ音やっぱりちょっと静かになりますね。低いモーター音がうーうー言ってる感じ。自動充電。さて、さっきの消しゴムカスどれだけ取れてるか見てみましょう。しっかり取れてます。静電気で多少前の方やそこにねくっついちゃってる感じはあったんですけれども、それでもしっかり取れてます。パワフルなマミーロボットでした。